12月だね。12月ってことはもうすぐクリスマスパーティー。楽しいクリスマスを楽しいミューズのみんなと一緒にお祝いしたら絶対楽しいよね。うん、でも今日は呼び出しちゃってごめんね。ひとりちゃん衣装が間に合わなさそうね。ううん、いつも小鳥ちゃんが衣装作ってくれてるし、私もできるだけお手伝いしたいって思ってるから。そう言ってくれると嬉しいな。小鳥ちゃんみたいにあんまり早くは作れないけど、でも私頑張るね。うん、花代ちゃんが手伝ってくれるときって作業がぐんと進むんだ。頼もしいんだよ。照れちゃうよ。今日作る衣装って白い生地と赤い生地を使ってるけど、もしかしてこれって。うん、サンタさんモチーフの衣装だよ。クリスマスパーティーでも着られるし、ステージでも着られるかなって。サンタさんか、嬉しいな。じゃあサンタさんの袋も作らないとね。みんなでプレゼント交換もするって言ってたし、おーっきな袋にしちゃおうね。うん、今日は何から手伝ったらいいかな。まずはここのピンタックからお願いしていいかな。もう線は引いてあるから。アイロンをかけてから縫えばいい。うん、さすが花代ちゃんだね。そんなことないよ。それじゃあ作業を始めよっか。花代ちゃん大丈夫？もしわからないところがあったら言ってね。うん、大丈夫だよ。ミシンもだいぶ慣れてきたんだ。それならよかった。ミシンをカタカタするのって気分転換になったりしない？うん、なるかも。小鳥ちゃんに借りたアームウォーマーもあるし、リラックスしながらできるよね。この間まで暑いって言ってた気がするのに、あっという間に12月になっちゃったね。確かに。でも充実してたっていう証拠なのかも。充実してたよね。衣装作りのお手伝いもできて嬉しかったな。ありがとう花代ちゃん。うん、よし、ピンタックこんな感じでどうかな。どれどれ。はあ、すごく綺麗にできてる。花代ちゃんって作業がすごく丁寧だよね。え、そんなことないよ。一つずつの工程丁寧にって教えてくれたのは小鳥ちゃんだよ。そうだっけ？そうだったかも。うん、雑な仕上がりだとやり直すことになっちゃうから、急がば回れだよって教えてくれたんだよ。小鳥ちゃんにもミューズのみんなにもいろんなことを教わってきたなってたまに思い返すんだ。ミューズに入れてみんなとスクールアイドルができてよかったな。こうして楽しい時間が過ごせるのも、ののかちゃんがスクールアイドルやろうって誘ってくれたからだなって。うん、私の場合はりんちゃんとまきちゃんが背中を押してくれたのも大きいけど、最初にスクールアイドルをやろうって言ってくれたのはののかちゃんだもんね。そう思うとののかちゃんが誘ってくれなかったら、花代ちゃんたちと一緒にスクールアイドルしてなかったのかな。スクールアイドルやらなかったらみんなと出会うこともなかったのかもって。そんなの考えたくもないよね。はなかちゃんはちょっと強引なところもあるけど、やっぱり私たちを引っ張ってくれるから。はなかちゃんにもたくさんのことを教えてもらったし、たくさんの気持ちをもらったな。もしかしてはなかちゃんって私たちのサンタさんなのかも。白いふさふさのひげをつけたほのかちゃんを想像するとかわいいな。ほのかちゃんがサンタさんだったら私たちはおなかいかな。おなかいもかわいいよね。みんなにあげるプレゼントを運ぶ係だ。私たちもほのかちゃんみたいにみんなに素敵な体験とか思い出をあげられたらいいよね。そうだね。ほのかちゃんに負けないようにいいステージにしたい。